はい、皆さんどうもです。はい、今ね、和歌山に来ております。はい、一旦ね、前回の和歌山遠征を終わりまして、もう一度、夜仕事なんですけども、ちょっとね、時間があったんで、急いで和歌山に戻ってきちゃいましたね。はい、今回2回目の遠征ですね。この辺に何か倉谷温泉ですか、有名な倉谷温泉があると聞いてやってきたんですけど、注意。あ、なんか見えてきた。なんかあるね、上に。ありますね。これどうやって上行くんや、これは。もう結構いろんなあるな。あれどうやって上行くんやろ。めっちゃ気になる。こっちから行けそうないしな。なんやろ、あれ。あ、結構あれですね、もう、崩れちゃってんのかな。あ、これ元からかな。こういうしようか。足湯みたいな。うわ、出てきた。へえ、これか、倉谷温泉は。なんて書いてんだろう、彼女バカって書いてるのかな。誰のことなんでしょうか。ここが有名な倉谷温泉ですね。うわぁ、うわぁ、こっちは入れないか。これ奥まであるのかな。先ちょっと奥へ行ってみましょうかね。注意、ここの付近はくくり罠を仕掛けていますので、ご注意願います。おいおいおい、じゃあ行きましょう。ここが捨てられてますね。はあ、汗だく。これ気をつけないと地面がね、どこで、はあ、抜け落ちるかわからないんで、当時のものを探るのがちょっと大変ですね。もう多分いろんなとこから捨てに来てるんでね、これ。ゴミの量が半端ない。こっちは何でしょうか。はあ、ここが本当だったらね、入り口なんでしょうね、普通の。ここから入っていくみたいな。結構奥もありますね、やっぱり。紙おむつが茶碗とかある。ここも新聞紙探したいな、まず。カレンダーとか。おお、なんかいろんなもの、上に行け映るんですかね。狭っ。それにしても、ああすごいな、もう新聞。やったら高いな。ほんとここ、こんな感じだったのかな。この高さやったのかな、その元から。お、危ねえ、なんか落ちてるみたいな。クッションか。
黒谷温泉っていう名前で来たんですけど、なんかあったんですかね、ここって。当時殺人事件とか、これも調べてみたいと分かんないですけど、なんか本みたいありますね、結構あそこに本とか。こっちから行けるかな。こっちから無理か。あ、あれが入り口閉鎖されてるとこか。ここはなんか正面玄関っぽいですね、ここ。なんか雰囲気的に行って、毎週水曜は休ませていただきます。水曜日は休みだったの。ここからしか行くとこないんか。じゃあなんて書いてる。昭和47年って書いてるのかな。2月9日って書いてるのかな。他緑この辺に結構置いてあるな。他鏡があのところに。不気味ですね。当時のあれですかね、浴衣とかですかね。これなんですよ、今気になったのは。いろんなもんしてますけど、だるまみたいな。これなんでしょうね。なんかの科学のやつかな。学者さんとかの手紙、事務。置いて、ん？あ、一円玉が挟まってる。なるほど、当時のなんかあれかな、勉強する本ですね、これ。礼儀正しくするための。あ、なんか当時の写真みたいなのありますよ、ここに。あ、だるまさんの本でもだ。これですね、当時の黒谷温泉の入り口かな、これ。さっきの名入り口。これは、学生さんの写真ですね。もううっすら写ってます、写ってるぐらいで。これも学生さんの写真ですね。結構前からあったのかな。じゃあ戦前とか大西洋戦争前とか。普通に結構由緒ある場所だったんですかね。これとかなんかめっちゃ古そうな紙。いつのやつだこれ。昭和17年。え、嘘。昭和17年って書いてるんですかね、これ。昭17年って書いてますね、これ。めっちゃ前。昭和20年が1945年ですからね。1942年ぐらいですか。1942年あたり。太平洋戦争中ですね、じゃあ。これは。すっげえ。でも顔映ってないやん、もう。ちゃんと。あ、これ唯一なんか頭良さそうな。これも学生さんですね。うわー、こんな貴重なもん。昭和17年4月、男女青年なんとか記念って書いてますね。田口なんちゃ、中口義一君とかな、そんな感じか。うわー、こんな貴重なもん。多分これあれですね、昭和16年1月29日ですね。1941年。まだ太平洋戦争前か。じゃあ始まる11ヶ月前。おお、すげえ。いや、これだけでもだいぶ。てか何記念なんかな、これ。なんて書いてる、何記念って書いてんだろ、これ。何回なんちゃらって書いてるな。全くもう薄くて。これとかなんかあれなんかな、先駆とか。
五七五みたいな感じなのかな、ね、戦争行く前の写真とか結構いろんなもん来てるな。学生さんが目指しますね。なんか学生さんが多い。なんて書いてんの、何記念って書いてんの。入園、今は亡き、今は亡き一大君、分からん、一大一夫一夫なんとかと私とかなんかいろいろ。あ、わかった、ここに写真を貼ってたんか、こうやってこんな感じでね、多分そうなんですよ。こういう感じで当時は貼ってあったんですよ。こういう感じ、名前とってことだから、これ今は亡きって書いてるから亡くなってるんでしょうね。このここに溢れてあった写真は、そういうことか。そういうことですね、きっと。うわ、じゃあこれは多分ここの全員の写真とかですかね。じゃあなんかいろいろとちゃんと調べたら、じゃあねえ、これは中京コカ・コーラ、あ、左か、家計簿か。いやー、これはちょっと、国民百貨店とかあるね。あ、人形さんもある、なんかいろいろ。2階の方行かれへんのかな、じゃあ。もうさっきのとこ。お仏壇がありましたね、ここに。うるそうな。あ、でもあれか、もう何も空っぽですね。じゃあね、すごい、ここは仏壇があるということで、で2階なんですけども、2階はちょっと行けそうにないな。よいしょ、唯一上がれるとしたらこうぐらいか。2階はこんな感じですね。2階が一番怖いな、なんか潰れたら下に落ちそうで。なんか飛んでいった。うん、来た。下が危ないのと、ね、2階はねこんな感じですね。ちょっと上がれないんですけど、こんな感じかな。それでは、ご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。